横浜 DNA ベイスターズ2023年は3位でした。もったいないシーズンだったね。あ、もったいない。もったいない。ほう。DNA はね、一時阪神を抜いて首位に立ったこともあったしね。ええー。私はね、DNA がやっぱり優勝争いに最後まで絡んでいくんだろうなっていう予想はしてました。前評判各解説者の皆さんも良かったですよね。あ良かったですよピッチャー揃ってるし、打線はもうセルリーグでもその選手が揃ったらね、かなりの破壊力があるし、 はい。高打者が多いよね。そうですね。そういう意味で評価高かったですよ。規定打席到達で行きますと、宮崎、牧佐野、関根、桑原。この関根が、急に良くなったね。いい仕事しました。あの、ちょっとフォームを変えてね、独特のフォームをしてね、あの、何かを掴んでね、レギュラーを取りましたよね。足はあるし、守備はいいし、非常にいい活躍したシーズンでしたよね。そうですね。薪もなんだかんだで29本塁打。 打率も2割9分3厘そして宮崎はさすがの3割2分6人 2> この宮崎ともう牧はもう完全にもうそのなんだマッティングというものをも,もう確立されたねあもういわゆるうう名打者にこの2人はこれからあんまり崩れない ああ。どんな、私はね、この二人に不思議な現象はね、どんなピッチャーが来ても何とか対処する。何とかしますね。早かろうが遅かろうが、うが右だろうが左だろうが。そう何 <laughs> とかするんだ。この二人はすごいね。ああ<ー>、うん。だから、これに今佐野がいるわけでしょそう。です佐野がね、ええ、やっぱり最初の打順のスタートがちょっと1番からとかスタートしたもんですから。でしたね。 ちょっと三浦監督が策を浪しすぎたかなーって最初はうまくいったんだけどね。そうか、差の一番ありましたね。どうスタートそうですよ。そうですよね。どうしてもイメージない。はい。あの勝負強い人をね、えー、一番はもったいないよ。ああ<ー>。3番、5番なら面白いよね。ああ。結構ヒットを打つ選手なんですが、うん、一番という意味ではない。タイプじゃない。ああ。 プレーボール始まってすぐ佐野を迎えるっていうのはピッチャーは嫌だけども、ええ、そうかそうだといってね、ええ、一番でちょっともったいないなっていう感じはしましたねそうですね、えー、そして選手の入れ替えなどでいきますと一軍起用選手が26人ですから一番少ないのが阪神次に少ないのが広島やっぱり上位チームというのは結構メンバー固定されてるというのがわかりますね、あのー、あれだもん。 その心配のポジションって一つか二つだもん。あ、そうですね、うん。あとはほとんどもう上位に来るチームは固定ですよ。 そうですね。うん、まあショートのポジションが京田ですとか大和さらには林。うん、まあこのあたりで結構回していったということで、まあセカンドには牧がいますし、そうですね。あとファーストだったね。そうですね。外が、2割3分4輪でホームランも14本。外がちょっとやっぱ前半全くダメだったからね。結局対談という運びになりました。そうだから補強だね。そうですね。えー、補強で、やっぱ、 どちらかといえば、左の長距離砲かなということで、中日も取りに行った、渡来という選手が、従って、DNA からすると、この渡来補強というのは、ドンピシャといえば、ドンピシャですよね。外野手でね。外野で。バランスがいいからね。で、佐野を例えば、ファーストに回すこともできますし、関根がいて、桑原がいて、そして渡来、太田もいますし、うそう考えてくると、この渡来が DNA ハマったというのは、 大きいね大きいですね。おそらくレギュラー最初、まあ、オープン戦見なきゃ何とも言えないけどねはいまあ,あの評判はすこぶるいねいいですねいいねだけどあの打ち方は見てもいいよねあやっぱりプロが見てもいいですかいいやっぱり体を使えるしね回転で打ってるからねパワーでーパワーで打ってないからねあ<ー>パワーではなく、うん、この体の回転てキレで打ってるからあの意外とバッターあのボール飛ぶしね これで間抜けるしね、はい、だから打撃には非凡なものを持ってるんだろうなというふうな見方しますね評論家の皆さんは「渡来の最高系今後の成長」の青写真は福留康介のようなあヒットも打てて長打も打てる、ね、長打はそんなにはいかないと思う福留めほどではないそれほどじゃない福留めはやっぱりちょっと違ったもん私が見た時に入って「<laughs> 西製だったっけ?」そうですね日本生命。 入った私もちょうど入ってきた時にその時に私は日生のコーチに行った時あったからねあ社会人のそうなんですかその時に康介を見てるからあらまあ当時の監督がねちょっとコーチに来てくださいって言ったんだよピッチャーの臨時コーチみたいな臨時コーチ行ってほんで康介を社会人の時見てたんだよこれが福留かと思って近鉄を入団拒否して日本生命入ってジョイホンついくんじゃねえのかってお前とか喋ってたんだ こんな状況中日だったけどね。はあ<ー>。コ介スケほどの選手にはならないよ。あ、そうですか。あんたね。あんたね。コ介スケのような選手が簡単には出ない。あ、へえ。うん。あの手の選手はそういう簡単には。あの、福留選手も非常に体の切れ回転がありました。で、パワーもやっぱり彼はあった。パワーあった。それでね、<そ>コ介スケの一番良さはね、スタミナ。佐々木京介コーチが、 あの練習にね、<laughs> ついていける体力がすごい。だから、今のあの、今度、誰だっけ渡来選手。渡来は、まだ体がこうずどことになってないもんね。よくね、えー、比較されるのは彼も横浜高校から高卒3年目でプロに入ったので、うん、PL 学園から3年でプロに入った右投げ左打ちで重なりそうなんですが、いわゆる、 基礎体力、体の丈夫さからすると、福留選手の方が当時あったってことですね。同じ社会人から入ってきて、比較したらですよ。うんうん、あのね、打ち方とかね、ヒット,ヒットゾーンで飛ぶ,飛ぶ打球はね、えー、イチロータイプですよ。渡たは。 これ、ドラゴンズのスカウトが言ってたんですが、うんうん、あの、バットの角度これもよく素人には分からないんですが、どんな、まさにピッチャーでも、どんな球種でも、角度がいいので、うん、ヒットゾーンに飛ぶと。イチロータイプ。これ、まさにイチロー選手。一郎だとかね、前にジャイアンツにいた篠塚とかね。篠塚さん。私はね、イチローよりね、篠塚くんにダブルのよね。ああ、湧きますね。うん、こう 力感なくチョンととることもあれればちゃんと引っ張れるし、ね、でもインサイドはブーンと引っ張るう,こう柔らかく柔らかくあんな飛んでるかっていうぐらい飛んでいくっていうね篠塚さんも意外と言ったら失礼ですが超やっぱスイングはあのねバットがいつも残っててねガーッと粘ってきてねさばけたからね私は渡辺選手を見た時に篠塚さん皆さんね私 なんで言わないかったらね、古いな、山田さんってい。嫌 <laughs> だから、名前出せなかったけども <laughs>。イメージ湧くな、うん。私は篠塚選手。じゃあ、あの、うまさもあって、で、なんか、詰まってるんだけど、ヒットのとこ飛ぶみたいな。そうそうやっぱり、回転がいいから。あ、体の回転がいいから。回転がいいから。それで、いっつも見てたら、バットが残ってるからね。 出てこなだから篠塚さんの私 YouTube を一度見たんですが、うん、現役時代篠塚さんは全部インローに目付けをしていて<ー>そこにバットを振るんじゃなくて落とす感覚。<ー>だからやっぱりバット が出てきたら、左バッターの方で、左肩が出てくると、終わりだから。インローに目付けしておいて、そこに、最後の最後で、バンって落とすっていう。イメージだから、やっぱり残ってるんですよね。で、体の回転がないと、インローさばけませんから。全部山田さんの解説と、今、全部つながってきました。これはね、あの、もう、基本中の基本ですよ。ピッチャーだろうが、バッターだろうが。野球の基本。全部、な、体はね。 前へ突っ込むっていうのはね野球のあれにはない<ー>守備でもそうなの<ー>守備でも突っ込んでたら絶対エラーするのはい。やっぱり残ってんのあ、これはまた荒木さん岩田さんに聞きましたが、うん、ゴロは取りに行くんじゃないそうです行ったところに球が入ってくるんだと入れてくるのねいもう入れてくるんだと、うん、だ取りに行っちゃダメですよと、うん、昔ねまた古いなって言われるかもわからんけどね、うん いい話を若さんに一つやりました。お願いします。昔、南海ホークスという球団が大阪にあって、はい、超名門、<A> 野村克也さんの、ね、はい、そこにね、ブラッシングゲーム、ブレイザーっていうコーチがいた。はい、超有名なね、<A> その人がね、私に話した時 <A> ブレイザーさん、本当、守備前ねど、どうして取ってんぞ、うちの癒しに教えてやってくださいよ、とかってこう冗談でしゃべって、<う>ミスター山田、ボールを取るのは生卵をポンと放らして、<う>してグローブですっとこうね、 割れないように取るあぐちゃって取ったら割れちゃうからそれはエラーにつながるーバーンと例えば10メ, <laughs> 10, 10メートルぐらい先からねポーンと投げたやつをスッと割れないようにグローブに収めるそれがグローブを使う基本ですハンドリングの基本は柔らかく柔らかく生卵を取る感じだよとそれはね私のその話を聞いてねよく外国人選手に聞くんですよ 小さい頃みんな教わるんだってあ。メジャー、要は外国人、アメリカのノックの基本、<供>それなんですね、子供とかもね、それで、だからね、私もアメリカのキャンプとか、そういう何回も行った方、こっちでノック、シートノックってあるでしょ、はい、あっちはノックって言わないんですよねな、なんとか言うんですよね、はい、その時にね、ええ、強いボール、絶対打たないんですよ、日本みたいに。 いっつもコーチはね軽いボール打ってね、はい、野手をボテボテボテ<う>ボテ,ボテでグローブをね両手でフわッフワッフとこう投げるってそういう練習を繰り返し繰り返しやってるんですよ<ー>ね、だから野球の基本は投げる方も打つ方も守る方も絶対突っ込んでいかないそういういことなんですね、うん、ここが基本中の基本です篠塚さんの話よく分かりました今はあ 渡来選手、ちょっと中日にも縁がありかけた選手なので、見守りたいと思います。<laughs> ああ、ちょっと、あの、興味持ってみましょうね。そうですね。うん